アローディスビスカイーノは、ドミニカ共和国産、クリストバル州、ヤグアテ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のニューヨークメッツ参加所属。2007年にニューヨークヤンキースと契約を結んだ。2008年にガルフコーストリーグヤンキースで、プロデビュー。2009年は、A、A-9 スタテンアイランドヤンキースで、防御率2.13。 脱参審率11.06を記録して、当格を表す。2009年12月12日に、ハビアーバスケス、ブーン、ローガンとのトレードで、メルキー・カブレラ、マイクダンと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。ベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは、マイナー全体で69位にランクインした。2010年には、A 級、ローム・ブレーブスと、 a 級マートルビーチペリカンズで17試合に登板し9勝4敗防御率2.74だった。ベースボールアメリカ市のランキングでは93位と前年よりやや評価を下げた。2011年は a 級リンチバーグヒルキャッツからのスタートだったが好成績を残して夏場にはトリプル a 級グーイネットブレーブスまで昇格。トリプル a 級グーイネットでは リリーフに回り、8月10日のフロリーダ・マーリンズ戦でメジャーデビュー。2012年3月20日にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休することになった。2012年7月30日にポール・マホーム、リード・ジョンソンとの2対2のトレードで J. チャップマンと共にシカゴ・カブスへ移籍した。2014年11月16日にトミー・ラステラとのトレードで フルスノブレーブスへ移籍した。2015年3月30日に参加トリプル A 級グーイネットへ移動した。4月2日に筋肉増強剤のスタノゾロールに陽性反応を示したため、薬物規定違反で80試合の出場停止処分を課せられた。なお、この年は36試合にリリーフ登板しており、3勝1敗9セーブ、防御率1.60。 脱三審率9.9という、凄まじい好成績を残した。2016年は43試合に登板し、一時、抑えも務めて10セーブを上げたが、防御率4.42、ホイップ1.63、予し球率6.1と不安定な投球が続いた。一方、持ち前の脱三審能力はさらに向上し、脱三審率11.6を記録。 2017年も抑えを務める機会を持ち、62試合に登板。5勝3敗14セーブ、防御率2.83、ホイップ1.10と前年から大幅に成績を改善させた。2019年5月20日に、アンソニー・スーザックとのトレードで、ジェシー・ビドルと共にシアトル・マリナーズへ移籍したが、移籍後は登板することなくオフの10月31日に、 フリーエージェントとなった。2020年11月4日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2011年には速球が平均95.9マイルを計測。カーブの評価も高い。ありがとうございます。